故郷。太宰治。昨年の夏、私は、10年ぶりで故郷を見た。その時のことを、今年の秋41枚の短編にまとめ、帰居来という題をつけて、ある機関冊子の編集部に送った。その直後のことである。例の、北さんと中畑さんとが、揃って、三鷹の老屋へ訪ねてこられた。そうして、故郷の母が重体だということを言って聞かせた。5 6年のうちには このような知らせを必ず耳にするであろうと、内心、予期していたことであったが、こんなに早く来るとは思わなかった。昨年の夏、北さんに連れられて、ほとんど10年ぶりに、故郷の聖家を訪れ、その時長兄は不在であったが、次兄の栄二さんや兄嫁やおいめい、また、祖母、母、みんなに会うことができて、当時69歳の母は、ひどく老水していて、歩く足元さえきかしく見えたけれども、決して病人ではなかった。 もう、五、六年は確かだ、いや十年、などと、私は、欲の深い夢を見ていた。その時のことは、キキュライという小説に、できるだけ正確に書いておいたつもりであるが、とにかく、その時はいろいろの都合で、故郷の成果における滞在時間は、ほんの三、四時間ほどのものであったのである。その小説の末尾の方にも、私は、もっと、もっと故郷を見たかった。あれも、これも、見たいものが、たくさん、 たくさんあったのである。けれども、私は、故郷を、ちらと盗み見ただけであった。再び、故郷のサンを見ることのできるのはいつであろうか。母にもしものことがあったときには、あるいは、もう一度故郷を、今度は、ゆっくり見ることができるかもしれないが、それもまた、つらい話だ、というような意味のことを書いておいたはずであるが、その原稿を送った直後に、その、もう一度故郷を見る機会がやってくるとは思いもけなかった。今度も 私が責任を持ちます。北さんは緊張している。奥さんとお子さんを連れていらっしゃい。昨年の夏には、北さんは、私一人を連れて行ってくださったのである。今度は、私だけでなく、妻も、その子、一年四ヶ月の女児も、みんなを一緒に連れて行ってくださるというのである。北さんと中畑さんのことは、あの、キキュライという小説に、詳しく書いておいたけれども、北さんは東京の洋服屋さん。 中畑さんは、故郷の呉服屋さん、共に、古くから、私の成果と親密にしてきている人たちであって、私が、5度も6度も、いや、本当に、数えきれぬほど悪いことをして、成果との交通を断たれてしまってからでも、このお二人はいわば、純粋の行為をもって、長い間、一度も嫌な顔をせず、私の世話をしてくれた。昨年の夏にも、北さんと中畑さんとが相談して、お二人とも、故郷の長兄に怒られるのは、覚悟の上で、 私の10年ぶりの気境を画策してくれたのである。しかし、大丈夫ですか女房や子供などを連れて行って、玄関払いを食らわされたら、目も当てられないからな。私はいつでも最悪の事態ばかり予想する。そんなことはない。と、お二人とも真面目に否定した。去年の夏は、どうだったのですか私の性格の中には、石橋を叩いて渡るケチな用心深さも、多分にあるようだ。あの後で、 お二人とも、文春さん、長兄の名に何か言われはしなかったですか北さん、どうですかそれや、兄さんの立場として、北さんは、思案深げに、ご親戚の方たちの手前もあるし、よく来たとは言えません。けれども、私が連れて行くんだったら、大丈夫だと思うのです。去年の夏のことも、後で、兄さんと東京でお会いしたら、兄さんは、私にただ一言、北くんは人が悪いな とそれだだけけ言っただけです怒ってなんか癒やしません。そうですか。中畑さんの方は、どうでしたか何か兄さんに言われやしませんでしたかいいえ。中畑さんは顔を上げ、私には、一ことも、何にも、おっしゃいませんでした。今までは、私があなたに何か世話でもすると、後で、必ず、ちょっとした皮肉をおっしゃったものですが、去年の夏のことに限って、 何にも兄さんはおっしゃいませんでした。そうですか。私は少し安心した。あなたたちにご迷惑がかからないことでしたら、私は連れて行ってもらいたいのです。母に会いたくないわけはないんだし、また、去年の夏には、文治兄さんに会うことができませんでしたが、今度こそ会いたい。連れて行ってくださると、私は大いにありがたいのですが、女房の方はどうですか。今度初めて ののたちに会うのですから女は着物だのなんだの面倒なこともあるでしょうしちょっと大義があるかもしれませんそこは北さんから一つ女房に解いてやってください私から言ったんじゃあいつはぐずぐず言うに決まっていますから私は妻を部屋へ呼んだけれども結果は案外であった北さんが妻へ母の重滞を告げて一目その子さんをなどと言っているうちに妻はぺたりと 畳に両手をついて、よろしく、お願いいたします。と言った。北さんは、私の方に向き直って、いつになさいますか ?27 日、ということに決まった。その日は、10月20日だった。それから1週間、妻は、支宅にてんてこないの様子であった。妻の里から、妹が手伝いに来た。どうしても、新しく買わなければならぬものも、いろいろあった。 私は、ほとんど破んしかけた。その子だけは、何も知らずに、家中をよちよち歩き回っていた。27日19時、上野発急行列車。満員だった。私たちは、原町まで、5時間ほどたったままだった。母酔いをあるし、太宰一国も早くおいで待つ中畑。北さんは、そんな電報を私に見せた。一足、先に故郷へ帰っていた中畑さんから、今朝北さんのもとに来た電報である。 翌朝8時、青森に着き、すぐに奥羽線に乗り換え、川辺という駅で、また、御所川原行きの汽車に乗り換えて、もう、その辺から、列車の両側はリンゴ畑。今年はリンゴも豊作のようである。まあ、きれい。妻は、睡眠不足の少し充血した目を見張った。一度、リンゴの実っているところを、見たいと思っていました。手を伸ばせば取れるほど、間近かなところに。 リンゴは赤く光っていた。11時ご五所川原駅に着いた。中畑さんの娘さんが迎えに来ていた。中畑さんのお家はこの五所川原町にあるのだ。私たちはその中畑さんのお家で一休みさせてもらって、妻とその子は着替え、それから金木町の聖火を訪れようという計画であった。金木町というのは五所川原からさらに津がる鉄道によって40分、北上したところにあるのである。私たちは 中畑さんのお家で昼食をご馳走になりながら母の容態を詳しく知らされた。ほとんど既得の状態らしい。よく来てくださいました。中畑さんは帰って私たちにお礼を言った。いつ来るかいつ来るかと気が気じゃなかった。とにかくこれで私も安心しました。お母さんは黙っていらっしゃるけどとてもあなたたちを待っているご様子でしたよ。聖書にある当時の帰宅を 私はちらと思い浮かべた。昼食を済ませて出発の時トランクは持っていかない方が良い、ね、そうでしょと、北さんは、ちょっと強い口調で私に言った。兄さんから、まだ、許しが出ているわけでもないのに、トランクなど下げて、わかりました。荷物は、一切、中畑さんのお家へ預けていくことにした。病人に会わせてもらえるかどうか、それさえまだわかっていない、ということを、 北さんは私に警告したのだ。その子のおしめ袋だけを持って、私たちは、金木行きの汽車に乗った。中畑さんも一緒に乗った。刻一刻、気持ちが暗鬱になった。みんないい人なのだ。誰も、悪い人はいないのだ。私、一人が過去において、武帝細なことを行い、今も、なお十分に聡明ではなく、悪評高く、その日暮らしの貧乏な分子であるという事実のために。 すべてがこのように気まずくなるのだ。景色のいいところですね。妻は、総外の津軽平野を眺めながら行った。案外、明るい土地ですね。そうかね。稲はすっかり刈り取られて、満黙の稲田には、冬の色が濃かった。僕には、そうも見えないが。その時の私には、故郷を誇りたい気持ちも起こらなかった。ひどく、ただ、苦しい。去年の夏は、 こうではなかった。それこそ胸を躍らせて、十年ぶりの故郷の風物を眺めたものだが、あれは岩木山だ。富士山に似ているっていうので、津軽富士。私は苦笑しながら説明していた。何の情熱もない。こっちの低い山脈は、凡樹山脈というのだ。あれが馬徳山だ。実に、投げやりないい加減な説明だった。ここが、わしの生まれ在所4。 五丁行けば、などと、やや得意そうに説明して聞かせる梅川中兵衛の二ノ口村は、大変可憐んな芝居であるが、私の場合は、そうではなかった。中兵衛が、やたらにプンプン怒っていた。稲田の向こうに、赤い屋根がちらと見えた。あれが、僕の家、と言いかけて、こだわって、兄さんの家だ。と言った。けれども、それはお寺の屋根だった。私の生家の屋根は、その右方にあった。 いや違った。右の方の、ちょっと大きいやつだ。めちゃである。金木駅に着いた。小さいメイと、若い綺麗な娘さんとが迎えに来ていた。あの娘さんは誰、誰と、妻は、小声で私に尋ねた。女中だろう挨拶なんかいらない。去年の夏にも、私は、この娘さんと、同じ年格好校の上品な女中お兄の長女かと思い、平伏するほど、 丁寧にお辞儀をして、ちょっと具合の悪い思いをしたことがあるので、今度は用心してそう言ったのである。小さいめいというのは兄の次女で、これは去年の夏に会って知っていた。8歳である。しげちゃん。と私が呼ぶと、しげちゃんはこだわりなく笑った。私は少し助かったような気がした。この子だけは私の過去を知るまい。家へ入った。中畑さんと北さんはすぐに。 二階の兄の兄部屋へ行っってしまった私は妻子と共に仏間へ行って、仏様を拝んで、それから内輪の客だけがたかる常居という部屋へ下がって、その一宮に座った。長兄の兄嫁も、次兄の兄嫁も、笑顔を持って迎えてくれた。祖母も、女中に手を引かれてやってきた。祖母は86歳である。耳が遠くなってしまった様子だが、元気だ。妻は、その子にも、 お辞儀をさせようとして苦心してていたがその子は点でお辞儀をしようとせずふらふら部屋を歩き回ってみんなを危ながらせた兄が出てきたすっと部屋を素通りして次の間に行ってしまった顔色も悪くぎょっとするほど痩せて険しい要望になっていた次の間にも母の病気見舞いの客が一人来ているのだ兄はそのお客としばらく話をしてやがてその客が帰って行ってから常居に来て 私が何も言わぬ先から、ああ、と頷いて畳に手をつき、軽くお辞儀をした。いろいろご心配をかけました。私は、固くなってお辞儀をした。文字兄さんだ。と妻に知らせた。兄は、妻のお辞儀が始まらぬうちに、妻に向かってお辞儀をした。私は、はらはらした。お辞儀が済むと、兄は、さっさと2階へ行った。はてな、と思った。 何かあったな、と私は、悲願だ。この兄は、以前から、機嫌の悪い時に限って、このように妙によそよそしく、丁寧にお辞儀をするのである。北さんも中畑さんも、あれっきり、まだ2階から降りてこない。北さん、何か失敗したかなと思ったら、急に心細いやら、恐ろしいやら、胸がドキンドキンしてきた。兄嫁がニコニコ笑いながら出てきて、さあ、と私たちを促した。私は、 ほっっとして立ち上った母に会える別段、気まずいこともなく、母との対面が許されるのだ。なんだ。少し心配しすぎた。廊下を渡りながら兄嫁が、2、3日前から、お待ちになって、本当に、お待ちになって。と私たちに言って聞かせた。母は離れの十条館に寝ていた。大きいベッドの上に、枯れた草のようにやつれて寝ていた。けれども、意識は、 はっきりしていたよく来た。と言った。妻が初対面の挨拶をしたら、頭をもたげるようにして、うなずいてみせた。私がその子を抱えて、その子の小さい手を母の痩せた手のひらに押し付けてやったら、母は指を震わせながら握りしめた。鎮頭にいた御所川原のおばは、微笑みながら涙を拭いていた。病室には、おばのほかに、看護婦が、二人、それから、私の一番上の姉。 時刑の兄嫁、親戚のおばあさんなど、大勢いた。私たちは、隣の六畳の控えの間に行って、みんなと挨拶を交わした。終時、私の本名は、ちっとも変わらぬ。少し太って帰って若くなった、とみんなが言った。その子も、懸念していたほど人見知りはせず、誰にでも笑いかけていた。みんな、控えの間の、火鉢の周りに集って、ひそひそ、小声で、話を、初めて、 少しずつ緊張もときほぐれていった今度はゆっくりしていくんでしょうさあどうだか去年の夏みたいにやっぱりに3時間でおいとまするようなことになるんじゃないかな北さんのお話ではそれがいいということでした僕は何でも北さんの言う通りにしようと思っているのですからでもこんなにお母さんが悪いのに見捨てて帰ることができますかいずれ それは、北さんと相談して、何も、そんなに、北さんにこだわることはないでしょう。そうもいかない。北さんには、僕は、今まで、ずいぶん世話になっているんだから。それは、まあ、そうでしょう。でも、北さんだって、まさか、いや、だから、北さんに相談してみるというのです。北さんの指図に従っていると、間違いないのです。北さんは、 まだ、兄さんと2階で話をしているようですが、何か、ややこしいことでも起こっているんじゃないでしょうか。私たち親子3人、許しもなく、のこのこ乗り込んで、そんな心配はいらないでしょう。栄二さん、時系の名だって、あなたにすぐ来いって、速達を出したそうじゃないの。それはいつですか僕たちは見ませんでしたよ。おや、私たちは、また、その速達を見て、 おいでになったものとばかりそいつはまずかったな。行き違いになったのですね。そいつはまずい。妙に北さんが出しゃばったみたいな形になっちゃった。なんだかすっかりわかったような気がした。運が悪いと思った。まずいことはないでしょう。一日でも早く駆けつけたほうがいいんですもの。けれども私はしょげてしまった。わざわざ私たちを。 商売を投げて連れてきてくださった北さんにも気の毒であった。ちゃんと、いい時期に知らせてあげるのに、なあ、という兄たちの悔しさもわかるし、どうにも具合の悪いことだと思った。宣告、駅へ迎えに来ていた若い娘さんが、部屋へ入ってきて、笑いながら、私にお辞儀をした。また失敗だったのだ。今度は用心しすぎて失敗したのである。全然、女中さんではなかった。一番上の姉の子だった。 この子の7つ8つの頃までは私も見知っていたが、その頃は、色の黒い小粒の子だった。今見ると、背もすらりとして気品もあるし、まるで違う人のようであった。ひかりちゃんですよ。おばも笑いながら、なかなか別品になったでしょう。別品になりました。私は真面目に答えた。色が白くなった。みんな笑った。私の気持ちも、少しほぐれてきた。 その時、ふと、臨室の母を見ると、母は、口を力なく開けて、肩で、二つ三つ荒い息をして、そうして、痩せた片手をハエでも追い払うように、ひょいと空に泳がせた。変だな、と思った。私は立って、母のベッドのそばへ行った。他の人たちも、心配そうな顔をして、そっと、母の鎮痛に集ってきた。時々苦しくなるようです。看護婦は、小声でそう説明して、 掛け布団の下に手を入れて、母の体を懸命にさすった。私は枕元にしゃがんで、どこが苦しいのと尋ねた。母は、かすかにかぶりを振った。頑張って。その子の大きくなるところを見てくれなくちゃダメですよ。私は、照れくさいのをこらえてそう言った。突然、親戚のおばあさんが、私の手を取って、母の手と握り合わさせた。私は片手ばかりでなく、両方の手で、 母の火やいてを包んで温めてやった。親戚のおばあさんは母の掛け布団に顔を押し付けて泣いた。おばも、たかさん、慈恵の兄嫁の名も泣き出した。私は、口を曲げて、こらえた。しばらく、そうしていたが、どうにも我慢できず、そっと、母のそばから離れて廊下に出た。廊下を歩いて、洋室へ行った。洋室は寒く、がらんとしていた。白い壁に、消しの花の油へと。 ラフの油絵がかけられているマントルピースには下手な木彫りが一つポツンと置かれているソファにはひょうの毛皮が敷かれてあるい子もテーブルもじかもみんな昔のままであった私は洋室をぐるぐると歩き回り今涙を流したら嘘だ今泣いたら嘘だぞと自分に言い聞かせて泣くまい泣くまいと努力したこっそり洋室に逃れてきて一人で泣いてあっぱれ母親思いの心優しい息子さんピザだ 思わせぶりたっぷりじゃないか。そんな安っぽい映画があったぞ。34歳にもなって、難題、心優しい修士さんか。余ったれた芝居はやめろ。今さら高校息子でもあるまい。わがまま勝手の賢則をやらかしてさ。寄せ合いだ。泣いたら嘘だ。涙は嘘だ。と、心の中で言いながら懐かして、部屋をぐるぐる歩き回っているのだが、今にも、おえつが出そうになるのだ。 私は実に平行した。タバコを吸ったり、鼻をかんだり、さまざま工夫して頑張って、とうとう、私は、一滴の涙も、目の外にこぼれ落とさなかった。日が暮れた。私は、母の病室には帰らず、洋室のソファに黙って寝ていた。この離れの洋室は、今は使用していない様子で、スイッチをひねっても、電気がつかない。私は、寒い暗闇の中に一人でいた。北さんも中畑さんも、 離れの方へ来なかった。何をしているのだろう妻とその子は母の病室にいるようだ。今夜、これから私たちはどうなるのだろうはじめの予定では、北さんの意見の通り、お見舞いして、すぐに金火を引き上げ、その夜は御所川原のおばの家へ一泊ということになっていたのだが、こんなに母の容態が悪くては、予定通りすぐ引き上げるのも、かえって気まずいことになるのではあるまいか。とにかく北さんに会いたい。北さんは、 一体どこにいるのだろう。兄さんとの話が、いよいよややこしく、もつれているのではあるまいか。私は、いるべき場所もないような気持ちだった。妻が暗い洋室には行ってきた。あなた、風邪をひきますよ。その子は眠りました。病室の控えの間に寝かせておいたという。大丈夫かね寒くないようにしておいたかねええ。 おばさんが毛布を持ってきて、貸してくださいました。どうだい、みんないい人だろう。ええ。けれども、やはり不安の様子であった。これから私たち、どうなるのわからん。今夜は、どこへ泊まるのそんなこと、僕に聞いたってしようがないよ。一切、北さんの指図に従わなくちゃいけないんだ。10年来。 そんんなな習慣になっているんだ北さんを無視して直接兄さんに話しかけたりすると騒動になってしまうんだそういうことになっているんだよ分からんかね僕には今何の権利もないんだトランク一つ持ってくることさえできないんだからねなんだかちょっと北さんを恨んでるみたいねバカ北さんの行為は身にしみて分かっているさけれども 北さんが間には行っているので、僕と兄さんとの仲も、妙にややこしくなっているようなところもあるんだ。どこまでも、北さんのお顔を立てなければならないし、悪い人は一人もいないんだし、本当にねえ、妻にも少し分かってきたようであった。北さんが、せっかく連れてきてくださるというのに、お断りするのも悪いと思って、私やその子までお供してきて、それで、北さんにご迷惑がかかったのでは、私だって困るわ。それもそうだ。 うっかか、り人の世話ななんんするもんじゃないね。僕という難物の存在がいけないんだ。まったく、今度は北さんもお気の毒だったよ。わざわざ、こんな遠方へやってきて、僕たちからも、また、兄さんたちからも、そんなにありがたがられないと来ちゃ、散々だ。僕たちだけでも、ここはなんとかして、北さんのお顔の立つように一工夫しなければならぬところなんだろうけれど、あいにく、そんな力はねえや。下手に出しゃばったら、めちゃだ まあ、しばらく、こうして、まごまごしているんだね。お前は、病室へ行って、母の足でもさすっていなさい。おふくろの病気、ただ、それだけを考えていればいいんだ。妻は、でも、すぐには立ち去ろうとしなかった。暗闇の中に、うなだれて立っている。こんな暗いところに2人いるのを、人に見られたら、鼻はば具合が悪いと思ったので、私は、ソファから身を起こして、廊下へ出た。 寒気が厳しい。ここは本州の北端だ。廊下のガラス戸越しに空を眺めても星一つなかった。ただ、物々しく暗い。私は無償に仕事をしたくなった。何のわけだかわからない。よし、やろう。一途に、そんな気持ちだった。兄嫁が私たちを探しに来た。まあ、こんなところに。明るい驚きの声を上げて、ご飯ですよ。 道子さんも、一緒にどうぞ。兄嫁は、もう、私たちに対して、何の警戒心も抱いていない様子だった。私には、それが、ひどく頼もしく思われた。何でもこの人に相談したら、間違いがないのではあるまいかと思った。母屋の仏間に案内された。床の間を背にして、御所川原の先生、おばの養子、それから、北さん、中畑さん、それに向かい合って、長兄、時恵、私、 道子と七人だけの座席が設けられていた。即達が行き違いになりまして、私は、時系の顔を見るなり、思わずそれを言ってしまった。時系は、ちょっとうなずいた。北さんは元気がなかった。浮かぬ顔をしていた。主席にあっては、いつもにぎやかな人であるだけに、その夜の浮かぬ顔つきは目立った。やっぱり何かあったのだが、と私は確信した。それでも、御所川原の先生が、 少し酔ってはしゃいでくれたので、座敷はわりに陽気だった。私は腕を伸ばして、長径にも時恵にもお酌をした。私が兄たちに許されているのか、いないのか、もう、そんなことは考えまいと思った。私は、一生許されるはずはないのだし、また、許してもらおうなんて、虫のいい余ったれた考え方は捨てることだ。結局は、私が兄たちを愛しているか愛していないか、問題はそこだ。 愛するる者はは幸いなるはじめ。私が兄たちを愛していればいいのだ。未練がましい欲の深い考え方は捨てることだ。などと、私は、読釈で大いに飲みながら、たわいない自問自答を続けていた。北さんは、その夜、五所川原のおばの家に泊まった。金城の家は病人でごたついているので、北さんは遠慮したのか、とにかく五所川原へ泊まることになったのだ。私は、停車場まで、北さんを送っていった。 ありがとうございままししたたおかげさまでした私は心からそれを言った。今、北さんと別れてしまうのは心細かった。これからは誰も私に指図をしてくれる人はない。僕たちは今晩、このまま金城へ泊まっても構わないのですか何かと聞いておきたかった。それは構わないでしょう。私の気のせいか、少しよそよそしい口調だった。何せ。 お母さんんがあんなにお悪いのですから。じゃ私たちはもう23日カナギの家へ泊めてもらってそれはずうずしいでしょうかお母さんの容態によりますなとにかく明日電話で打ち合わせましょう北さんは明日東京へ帰ります大変ですね去年の夏も北さんはすぐにお帰りになったし今年こそ 青森の近くの温泉にでもご案内しようと、私たちは準備してきたのですけど、いや、お母さんがあんなに悪いのに、温泉どころじゃありません。実際、こんなに容体がお悪くなっているとは思わなかった。案外でした。あなたに払っていただいた汽車賃は、後で計算してお返しいたしますから。突然、汽車賃のことなど言い出したので、私は間もついた。冗談じゃない。 お帰りの切符も私が買わなければならないところです。そんなご心配はよしてください。いや、はっきり計算してみましょう。中畑さんのところに預けておいたあなたたちの荷物も、明日早速、中畑さんに頼んで、金木のお家へ届けさせることにしましょう。もう、それで、私の用事はない。真っ暗い、道を、どんどん歩いていく。停車場はこっちでしたね。もう お見送りは結構ですよ。本当に、もう。北さん、私は追いすがるように、2、3歩足を早めて、何か兄さんに言われましたかいいえ、北さんは、歩を緩めて、しんみりした口調で言った。そんな心配は、もう、なさらないほうがいい。私は、今夜は、いい気持ちでした。文春さんと英二さんんととと。英あなたと 立派な子供が3人並んで座っているところを見たら涙が出るほど嬉しかったもう私は何もいらない満足です私は初めから一分の報酬だって望んでいなかったそれはあなただってご存知でしょう私はただあなたたち兄弟3人を並べて座らせてみたかったのですいい気持ちです満足です修二さんもまあこれからしっかりをやりなさい 私たち老人はそろそろ引っ込んでいい頃です。北さんを見送って、私は家へ引き返した。もう、これからは北さんに頼らず、私が直接、兄たちと話し合わなければならぬのだ、と思ったら、嬉しさよりも恐怖を感じた。きっとまた、ヘマな武作法などを演じて、兄たちを怒らせるのではあるまいかという、卑屈な不安でいっぱいだった。家の中は、見舞い客で混雑していた。私は、 見舞い客たちに見られないように、台所の方から、こっそりは行って、離れの病室へ行きかけて、ふと、常ねの隣のコマを覗いて、そこに、時計が一人座っているのを見つけ、怖いものに引きずられるように、するするとそばへ行って座った。内心、しょうからずビクビクしながら、お母さんは、どうしても、ダメですかと言った。いかにも唐突な質問で、自分ながら、まずいと思った。英二さんは苦笑を浮かべ ちょっと辺りを見回してから、まあ、今度は、難しいと思わねばいけない。と言った。そこへ、突然、長景が入ってきた。少し間をついて、あちこち歩き回って、押し入れを開けたり閉めたりして、それから、どかと、時計のそばにあぐらをかいた。困った、今度は、困った。そう言って顔を伏せ、メガネを額に押し上げ、片手で両眼を押さえた。ふと気がつくといつの間にか、 私の背後に一番上の姉がひっそり座っていた。